はい、それでは、太陽誘電の、ソネハンナ選手のインタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いします。さて、いよいよ開幕ですけれども、今日はその記者会見に臨んでますけれども、どんな意気込みで今日は来られましたか？はい、そうですね、太陽誘電の、その魅力だとか、その始まる前にそのいろんなこととか、新チームになってどういう戦いをしていくのかっていうのとかも、皆さんに伝えていって、また太陽誘電の魅力を伝えれたらなというふうに思ってます。はい、そして、今年はなんか推しの祖とかというテーマですけれども、はい、今後ですね、やっぱり個人もどんどん売り込んでいかなければいけないかなと思っていますが、その選手、ご自身の魅力はどんなところだと思われますか？そうですね、ソフトボール以外でもお客様に楽しんでいただけるように、そのプレー以外でもいろんな情報発信だとか、そのベンチでの姿だとか、プレー以外のところでも楽しんでいただけるように、もっともっと意識してやっていけたらなというふうに思ってます。はい、ピッチャーというポジションから試合中は一番目立っているところかと思いますけども、やっぱり試合に出れてない時も楽しませていただけるんでしょうか？はい、それはもうもちろん試合に、見ていただくのももちろんなんですけれども、その飽きないように見ている皆さんがそのずっと楽しいでいただけるように、ベンチでもちょっとふと見たベンチでも、なんか面白いことしてるなって見てもらえるようにやっていけたらと思います。じゃあもうベンチも見逃さずに、しっかりと目を開けて、もう瞬きしてる暇もないですね。ない、はい。そしてその選手といえば、なんといっても顔芸が素晴らしいなと顔芸が、はい、昨年の MWP インタビューでの顔芸、いや本当に素晴らしかったなと思うんですけど、ぜひ今年もたくさんそれを見せていただきたいなと思います。ぜひ、今年の意気込みを顔芸混じりでいただけないでしょうか？顔芸混じりですか？そうですね、自分自身もそうなんですけれども、あと新しくなった太陽誘電の若手たちのその若さだとか、その輝きだとかを十分に楽しんでいただいて、また自分以外の選手もいろいろ振ったらやってくれると思うので、皆さんからもいろいろ振っていただけたら、お答えできる選手ばかりなので、太陽誘電、今年の太陽誘電も楽しみにしていてくださいね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございました。どうぞ。